コートヤードホテルに来ました。今日はこのホテルに泊まりたいと思います。はい、では中に入ってみたいと思います。ホテルはクリスマス仕様になってます。すごい大きいツリーが。はい、では今からお部屋の紹介をしていきたいと思います。まずお部屋はどんな感じかな。こんな感じです。で、こちら入ってみたらこんなベッドがありますね。はい、で、こちらがクローゼットになってます。扉などはなく、こういう風にオープンの形のクローゼットです。そして下にはパジャマが入っていて、こちらがランドリーの袋があって、で、こちら引き出しは金庫になってます。その下にはちゃんとスリッパも備え付けてあります。はい、で、この隣なんですけれども、ここがお風呂、洗面所とお風呂になってます。お手洗いのトイレと、あとここが鏡と、あとこちらがシンクで、こちらがハンドフェイスソープ、こんな感じですね。はい、どこのだろう、オーランジュというところのものです。で、ティッシュと、あとなんだろうね、これ体洗うタオルかな。そしてここの引き出しには綿棒、ゴム、歯磨き粉で、トゥースブラシとレザーが入ってます。はい、はい、除菌シートもちゃんとついてますね。そしてこのシンクの下にはもう大量のタオルがあります。そしてなんかここ箱があるんですけど、この箱の中は、あ、この箱の中はドライヤーとくるくるドライ、このコテもあります。はい、で、こちらは普通のドライヤーです。そしてこの壺らしきもの、これは多分ゴミ箱かな、ゴミ箱みたいですね。はい、こんな感じです。そしてこちらのシャワールームにまた入ってきましたけども、シャワーがこんな感じで、はい、手で持つシャワーと、あとまあ滝行ができる、すごい、もう上に備え付けてあるシャワーもあります。はい、こんな感じです。はい、先ほどのドライヤーとコテなんですけど、ドライヤーはパナソニックで、で、こちらのコテがすごいんですよ。これね、ほら、これ、ほら、ストレートもいけるっていう、ストレートとストレートアイロンもできるし、ここ、これね、カールもできるっていう、すごいね。2つできるんだ。こっちか。で、部屋です。こんな感じのお部屋になってます。こちらがテレビがあって、今日は子供2人と私の3人で来ました。はい。多分アメニティだと思いますが、何が入っているんでしょうか。あ、子供用のスリッパと、あとは何かしら、あ、タオルが入ってる、めっちゃ嬉しい、結構使うんで、
そして歯ブラシですね。はい、こちらも入ってます。そしていろんな説明がありますので後でまた紹介します。はい、でこちらに行くとなんかすごいオブジェが、すごいなこれ、しっかりと埋め込んであります。でこちらはお水が2つあります。これは多分無料だと思いますね。はい、無料って書いてますね。でこちらがポットと、あとゴミ箱。そしてこちらには、あ、すごい、コーヒーとお茶、あと紅茶のセットとミルクと砂糖ですね。スプーンとコップとグラスがあります。でこちらは冷蔵庫入ってないです。何も入ってありません。はい、でこちらがコンセントと USB がありまして、カーテンがこんな感じ。眺めはどうでしょうね。はい、ビルばっかりですね。でソファーがこういう簡易的なソファーがあって、丸いテーブル、こちらの眺めはこういう感じですね。はい、まあ、3人寝るには全然余裕だと思います。はい、でこちらが、あ、ここにもクローゼットあったな。クローゼット2つありますね。はい、こちらは扉があるタイプです。こんな感じで閉めれるとこ。はい、はい、じゃあこんな感じですね。はい、では今から食事に行きたいと思います。ホテルのレストランが月曜日はお休みということで外に食べに来ました。はい、娘たちはこちらのお子様のお菓子カプセルトイという機械券、おもちゃの機械券がついてました。で私はでもね、ご飯食べ終わってからやで、トムド。カレー、牛しゃぶ、ごめんなさい、豚しゃぶ、いらない、豚しゃぶカレーのチーズトッピングいたしました。ここ一番屋です。どうぞ、ここ一番屋です。グミ食べ、ここグミ、はい、え、あかんで、ご飯食べ、ではゆっくり食べます。ホテルが、レストランが今日は月曜日お休みということで、カレーを食べようということで、カレーを食べに来ました。こんな感じのチーズトッピングで、こんなにチーズがすごいことに、うわ、なんかベロベロなってく感じ、なんかビヨンってなってんだ。ね、なってるね、美味しそう。なんか食えないと思う、ビヨンってなってる、うん、美味しい。なんか量がめっちゃ多い、でも美味しい。いただきます。このご飯の中にな、うん、あのチーズがいっぱい入ってるの、うん、カレーの中ね。でご飯と混ざってこんな伸びちゃってすごい。何やそれ。ギューってなってる。いただきます。では夜になってしまいましたが、今からこちらのコートヤードバイマリオット大阪本町のホテルの案内をしていきたいと思います。まあホテルの外観はすごい立派です。こんな感じで、外は、中は全然見えない感じですけど、こちらが中が見える感じですね。すごい。でも中はこの緑の草木とかがある。こんな感じで上は結構高いです。高層ビルですね。はい、すごい綺麗。夜は
レストランもあります。2階がレストランですね。ここの階段を上がっていくみたいです。はい、じゃあ中に入ってみます。はい、天井高いな。綺麗。では1階のフィットネスセンターに行ってみたいと思います。ランドリーもあります。こちらは予約制みたいです。中は何も見えません。では2階に行ってみましょう。2階にはレストランと温泉があるみたいですね。どんなんだろう。レストラン、こんな感じ。月曜日はお休みなんですよね。こんな感じでランチとディナー、日曜日と月曜日はお休みですね。うん、また見れないな。じゃあちょっとお風呂。ジャパニーススパ、どうなんだろう。浴場 1時までやってるみたい。なんだろうね、ウーマン。ちょっと見てみようかな。ここでタッチしていける。ついてて、お水もあって扇風機もあって、タオルもちゃんと備えてあります。では洗面所、ドライヤーもあります。はい、ここに書いてるんで、これ以上中は見れません。後でゆっくり入りたいと思います。ゴールド会員ということで、コーラをと、あと赤ワインですね。こちらの赤ワインと、あとおかきとポテトチップスをいただきました。3名で宿泊したので、3名分ずつ、あとこれももう一つございます。もう一つありましたけど、子供たちが食べてしまいました。はい。
はい、ということで、ゴールドメンバーということでこちらをいただきました。後でゆっくり食べたいと思います。はい、これ先ほどのおかきです。食べます。うん、醤油の味がする。おいしい。こんな感じで夜の10時からラーメンが無料で食べることができます。ではいただきます。ママのやで。なんでだよ。パパのこれやから。そうだ。うん、だってママが使っちゃってるからないやん。おいしい。あと返してくれるよ。何？味噌。直した。味噌だ。徳島か。徳島ラーメン。和歌山。ダーム、ダーム。和歌山ラーメン。だってこぼれてる。自分でセルフサービスで。あ、ほうた、ほうた。やる。私ネギ嫌い。ネギで？あ、のりはいらん。のりはいるよ。うん。のりはいるよ。これさ、そこパワーナックが大きくならないで。なんか言ってる。ちゃんと食べないと大きくならない。大きくなれない。大きくならないお姉さんは。ね、お姉ちゃんすぐ残すからな。残すから。こういうのは嫌いなのね、とかは。最初から嫌いだった。これ何？今ゆっくりいただきます。はい、おはようございます。パジャマはこんな感じの白のワンピース型のパジャマです。こんなんです。今から朝ごはんに行ってきます。コメダコーヒーにやってきました。こんな感じのレトロな内装です。おはようございます。コメダコーヒーにやってきました。私が頼んだのはコメダブレンド。これを頼む、飲み物を頼むとこちらの選べるモーニングがつくそうです。でトーストとこの小倉あん、そして、バターをチョイスしました。ここのコメダコーヒーはホテルから歩いて30秒ぐらいのところにあります。こんな感じで朝食来ました。ホテルにも朝食があるんですけど、バイキングビュッフェなんでちょっと量が多かったんでこちらにチョイスしました。ダメ、決めた、ダメ。ジュースとバナナジュースとかオレンジを頼んでます。こんな形でこれにストローを刺して飲みます。今日はとてもいい天気です。これからここでゆっくりして、その後チェックアウトします。うん、じゃあ待って、これ何？それこれやん、サバ。え、間違えてスープ入れたんだけど、ちょっととりあえず運んで。え、ミネストローネ。そしてこれが何？あ、お味噌汁。パンもあるね、たくさんある。で、バターがあって、こちらはドリンクです。ジンジャーエールからメロンソーダからホワイトソーダから、すごい全部ある。で、ここがホットコーヒーと、あとこちら紅茶とかのものがいろいろあります。アイスティーとかもね。
今日のランチはステーキにしました。メインのステーキを頼んで、後のものはビュッフェだそうです。めちゃめちゃ美味しそう。はい、ミネステロサラダ、そしてご飯です。いただきます。ジュースは？ではいただきます。ジュース入れる？まずミネステロ、ちょっとこれ置いといて。ミネステロン、あまり酸っぱくなくて美味しいです。だって入ってるよ。めっちゃ美味しそう。なあ、カマキリと同じ色。いただきます。で、それさあな、何と何を混ぜた？メロンとホワイトソーダ。そうこれ、なん美味しいよ。フォークとナイフでいきます。じゃあこれ全部飲み終わったんだ。別にの全部飲まなくてもいいよ。なんで？ね、全部飲んだ。切れない切れない、美味しそう。こんな感じ、レアです。もう一回混ぜてたら、もう一回混ぜて、あれもなんか混ぜていったら、ちょっとお肉硬いけど美味しい。硬い？うん、ちょっと硬い。もう一回混ぜて、硬いのもない？もう一回混ぜて、ちょっと。うん。美味しいです。もう一回。ではゆっくりいただきます。ホテルはクリスマス仕様になってます。すごい大きいツリーが。チェックアウトをしたら、このクッキーを4ついただきました。クッキーだったりコーヒーと一緒にいただきます。